こんばんは、時刻は午後6時を回りました。マンデーシュガースポット、ケンジブチです。ルノアルコメダです。ドラゴンスカイです。梅田寿司子です。よろしくお願いします。さあ、ということで今日のマンデーシュガースポットは愛知大学プロレス同好会、ルノアルコメダ、ドラゴンスカイ、そして新メンバー、新レスラー梅田寿司子とお送りしていくマンデーシュガースポット。この番組はサーラカードの提供でお送りします。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ルノワールとスカイ君に関してはね、改めましてということで久しぶりよろしくお願いします。お願いします。新メンバー梅田寿司子ちゃん、はい、初めまして。初めまして。お願いします。レスラーなんかい？マネージャーっていう感じです。マネージャーですまだまだまだね愛知大学プレス同好会のマネージャーとして、はい、今日はラジオ初登場ということでね、はい、しっかりとマネージャーらしく、はい、なんか同好会の情報発信よろしくお願いします。わかりました。お願いしますよろしくお願いします。ちなみにですけど、愛知大学プロレス同好会、まあ、徐々に新メンバーがこうやって増えてるっていう感じ。はい、最近、うん、新レスラーも入りました。1年生の。1年生。はい、1年生です。じゃあその子もまたいつか出てくる可能性もあるということで。はい、ただ、うん、落語研究会も入ってるんで、違うところでもしかしたらラジオデビューするかもしれないですなるほど。面白いね、はい、落語とプロレスっていう、はい、なかなかニッチなところを兼務するっていうね。そうそう、試合中もうリングの真ん中で、うん、これ一つって話し始めちゃうかもしれないんで、ね、オチをつけて、タップしていくみたいなね。そうですね、こう関節技決めながら一つ話してるかもしれない、うん、かっこいいね、期待していきたいね、まあ、ということでね、愛知大学プロレス同好会も1ヶ月ぶりの登場ということで、まあ、この1ヶ月何してたかとか、そういうね、新メンバー入った話も聞いていきたいなと思いますが、今日のメッセージテーマは何をしている時が一番幸せというこんなメッセージテーマでいきたいなと思います、はい、まあ、1日ね、どこかしらでね、幸せを感じるタイミングがあると思うし、まあ、1年過ごしてればどこかで幸せな日があると思うので、そういうテーマで今日はメッセージテーマ進行していきたいなと思います。まあ、ケンジブリッジはね、最近すごく思うのは、はい、やっぱね、友達とか、まあ、人とご飯食べてる時が幸せだなっていう。あ、なんかいい人柄が出てますね、うん、ありがとうございますいや、一人でね、ご飯食うのが好きじゃなくて、やっぱりはいはいはい、美味しくなくて、うん、やっぱウィダーインゼリーでいいなと思ってて、一人なら、うん、サプリメントでいいかなみたいな。そんなにですか。うん、焼きおにぎりは食べなくていいですか。焼きおにぎりも一人じゃもうあんま最近食べてない、ね、食べてないんですか、うん、いや、ほんとお米食わなくなっちゃった。へえ、ウィダーですか、うん、ウィダー、楽っすもんね。楽だね、結局ね、うん、やっぱ人と話すためのコミュニケーションツールで食事があるのかなと思ってて。確かに確かに、うん。じゃあうちもちょっとご飯行かないといけないですね。そうだね。いや、練習でしか気温あんま合わないんで、うん、練習か観戦かぐらいがないんで練習か観戦かラジオか、はい、うん、それぐらいなんで。なるほど、ご飯会で。ご飯会、じゃあそのご飯会はケンジブチも参加しようかな、うん、お願いします、うん、お願いします。結局ね、行こうっつって行けてないからね。あ、まあ、寿司子ちゃんとも顔合わせ発明したんで、うん、まあ、行きやすくなったのかなと思います、うん、確かに行こうね。はい、お願いします、うん、寿司旅行こうね。はい、ぜひ、うん、いいんすか寿司。あ、やめとく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 、莫大な金額になっちゃうヌノワールなんか来たらやばいから、うん、何皿いっちゃう感じ寿司だと。僕実は生ものあんま好きじゃないんで。だけど高いお寿司なら食べれるかな。あ、なるほどねちょっと面倒くさいタイプやかもしんないです。まあ、寿司以外のものを食べ行こうかなと思って。まあ、健常値は本当人とだなんかご飯食べてる時が幸せっていうことがありますけど、まあ、そんな感じでね、まあ、自分なりの幸せを送ってもらえたらいいかなと思います。メッセージはsugar@843fm.co.jp アプリ FM プラプラからも簡単にメッセージを送ることができますので、たくさんメッセージを送ってきてください。さあ、6月12日本日1曲目、こちら What's Border。
お送りします。 What's Border お送りしております。今日のメッセージテーマは何をしている時が一番幸せというこんなテーマでやっていきたいなと思います。ラジオ聴きの皆さん気軽にメッセージを送ってください。またねプロレスの話もしていきますんでね、プロレスについて質問したいこと、もしあったら、めちゃくちゃプロレスに詳しいルノワール君いますんでね、今日は頑張りますこの団体はどんな特徴ですかとかね、はい、なんかあると思うから、答えれるかななんかどの団体最初見るのがおすすめですかとかね、はいはいはい、なんかそういう質問もあったら、ルノワール君が答えてくれますんで、それぐらいなら全然大丈夫です、うん、ぜひともいろんな質問お待ちしております、はい、メッセージは sugar@843fm.co.jp アプリ FM プラプラからもたくさんよろしくお願いします。お送りした曲 What's Border でした。マンデーシュガースポット、マンデーシュガースポットをお送りしていきます。時刻午後6時14分50秒今日のお相手はケンジブチとルノアルコメダとドラゴンスカイとスメシナスシコです。はい、愛知大学プレス同好会の3名にお越しいただいております。今日のメッセージテーマは何をしている時が一番幸せということで、メッセージテーマ進行していきたいなと思います。なおかプロレス同好会ということなので、ぜひともプロレス知らないよ、どういうとこが魅力なのみたいな、そういう質問も受付中。 sugar@843fm.co.jp アプリ FM プラプラからも簡単にメッセージ送ってきてください。たくさんメッセージお待ちしております。さあ、ということで、まずこの時間酢飯田寿司子ちゃんについて聞いていきたいね。やっぱそうですね、聞いてほしいです。新メンバー何でも聞いてください。新メンバー酢飯田寿司子ちゃんは何年生なんですか？私は2年生です。愛知大学2年生、はい、東校舎。なんで入ったのこのプレス同好会に？元から全然知らなかったんですけど、うん、プロレスのことたまたまサークルに入りたいなって思ってて、うん、ツイッターでつぶやいたらスカイくんがぜひどうぞみたいな感じで言ってくれたので、うん、流れで初回に見学行ったらそのまま入部することになってました。逃げれんかったってやつ圧がいやいや入りたそうな顔してましたけどね。だけどまあラジオ出るってことはね、あのやる気があってってことだからね。そうですね、うん、いや本当知らなかったんだ。何もわかんないです、ね、プロレス同好会があるっていうのも知らなかった。それはなんとなくマチョさんがいらっしゃったんで、うん、聞いてはいたんですけど、本当に活動してるのかなみたいな感じではありました。あ、まあ、マチョ単体のイメージとか結構持たれてるかなと思うんで、確かに確かに、うん、そこは変えていきたいなと思って今2人で頑張ってたんですけど、去年のラジオでも大活躍してくれた先輩やね。そうですね、マチュキャローズくん、はい、今大変そうですよね。すごい大変そうですレスラー活動してるかどうか分かりませんかね、はい、うん、でそう引き継いだ、ルノワールくんとスカイくんが寿司こう頑張って引っ張ってきたっていう。そうです、うん、見学っていうのは何をやってたのその時は？その時はもうなんか普通に体作りみたいな感じで、うんうん、いろいろと運動してるだけだったんですけど、あと普通になんかあれだよね、2人で習った練習とかはしてたよね。はい、してましたね。プロレスの軽技かけたりとか、うん、最初のチェーンレスリングだったりとか軽くやったりとかはしたかなと思います。どうだった、それ行ってみて最初の感想？いやもう音が怖いチョップとかの音がバチーってなったりとか、もう何も分かんなかったんです。こんなに激しい競技なんだみたいなことそこで知りました。お、まあ、僕がむちゃくちゃ投げた甲斐がありました投げられた甲斐がありました体格が違うからね、本当に、そう、うん、30キロ違うんで、
なかなかね。30違うとね、すごいね、ほんと。30ぐらい違うよね。そうですね、30ぐらい。うん、僕はもう軽く持ち上がるし、こっちは全然持ち上がらないし。人形ですもん。こう上がっちゃうんですかね、こうやって。ああ、もうパワーリフティングできちゃう感じ、はい、スカイ君を。それで、あの、すしこちゃんはプロレスも知らないし、よくわからんけど見て、すげえ音だな、怖いな、みたいな思って、もう入ったってことは、どっかにやっぱ魅力を感じた感じ。そうですね、なんかすごい頑張ってるし、マネージャーとして入ってサポートできたらなみたいな感じです。素晴らしい。素晴らしいです。マネージャーとして入って、はい、なんかレスラーになる可能性もあるみたいな噂は聞いたけど、それどうよ。先輩に無理やりさせられそうになってるだけで。いやいやいや、そんなつもりはないです。ただ、うん、まあ、他大学だと女性レスラーとかもいるんで、まあ、見たらやりたくなるかなということもあるし、そのためにまあ軽く基礎やってても損はないから、運動不足解消にもなりますし、ね、確かにね、やる分にはね、はい、そう、運動不足解消になるからね。僕らもね、多分スカイ君も僕とやるよりすしこちゃんとやった方が体格が合うかもしれない。あ、そうですね、それは一方的になるよりはっていうことで、うん、今じゃあ総勢今部員は何人になってる、新しく入った新ですが、10近くなってるじゃないですか。増えてるね、はい、知らない間に。すしこちゃんの後に2人入ってるんで。あ、すごい。名古屋キャンパスの子ですけど、男の子は、はい、男の子2人で、うん、片方は2人ともプロレスすごい好きで、片方は観戦部門で、片方はレスラー部門目指してる子が入りました。すごいね、いつの間にか10人ぐらいの巨大同好会になってきたっていう。そうですね、去年は1人でやってるアピールがあったんですけど、今年はみんなでやってるアピールが逆に功を奏したかな。あれはあれでうまくいってたね、うん、メディア面とか一匹狼のって感じがね、はい、1人がずっと頑張ってるよっていうのも確かにあったけど、今回はもう団体としてっていうね。そうですね、やっぱ子だとかなわないんで、うん、まあそこまでの行動力ないですし、うん、あそこの熱量もやっぱ僕も、ま、負けてるとは思うんで、うん、まあ、やっぱみんなの力をして勝とうかなと思ってます、うん、じゃあこれでようやく、じゃあ愛知大学プロレス同好会 AWA という団体が本当に立ち上がった的なノリってことだよね、まあ、人数が増えて、そうですね、みんなで動いて、まあ、けど一応マチョの時も8人ぐらいいたんだよね。あ、そう。一応実像がもう僕と副部長さんとマチョ3人か2人かぐらいの感じだったのね。あ、まあ、じゃあ、まあ、なんとなくね、こうやっぱ続けたことによってだいぶ人数が増えたってことだよね。はい、そうですね、うん、で引き続きなんかあのこれからやっていこうとしてる予定とかなんかあったりするの？そうですね、今月はまあいろいろあって、うん、あんまり練習ができなそうだからどうしようかとみんな話してて、うん、でまずやっぱり地元の人に、まあ、AWA というよりはマチョだけのイメージ持たれてると思うんで、一回ちょっと挨拶顔を見せに行こうかなって。いいじゃん、はい、いいじゃん。スカイがあれだよね、ステッカー作った。あ、そうです。お、アイスタイルズプラス同好会 AWA のステッカーを、はい、どんな感じのステッカーだっけ？あの、もうまんま AWA の、うん、あのロゴがあるじゃないですか、ツイッターインスタとか見れば分かるような、はい、あのアイコンの、はいはい、あのステッカーになってて、うん、を作って、はい、作って、でなんか飲食店とか、まあ、関係各所に挨拶まで行くときに渡して、はい、名刺代わりに、はい、そう、さ、置いてくれるかもしんないし、うん、まあ、置いてくれなくても別に邪魔にならないもんだから、 そっちの方がいいかな。何かもう大きなもの渡しちゃうと邪魔になっちゃうかもしんないから、うん、ね、話をして、一応粗品として持ってって挨拶した方がいいかなと。いいね、うん、そのじゃあ10月に向けての動きが徐々に徐々にってことだよね。そうです、今できることやろうってことで、うん、正直気づけばもう10月もあっという間だからね。いや、もう不安ですよ。今もう6月だから、はい、試合できるのかな本当に、ね、僕不安ですよね。試合なんかどっかの他大学に行くとか、なんかそういう活動とかしてだったりするの？一応予定は、うん、そうしたいなって言ってるだけで、まあ、ただ、うん、合同合宿とかは、まあ、あるかもなぐらいの。あ、では今いいね、ね、そうですね、住んでて話、日も大まかには来てて、うん、九州とかの方まで行っちゃうかな。あ、いいね。試合観戦の方の活動はどうなの？プロの団体は来月末と、うん、来月のもしかしたら中旬ぐらいにも行こうかなって今考えてます、うん、いいじゃん。まあ、いろいろとそういう感じで、すしこちゃん、試合見に行くの、行ったことあるの？まだ何も見たことなくて、行きたいんですけど、いろいろ予定かぶっちゃって、うん、そろそろいい加減行きたい。来月ぐらいに行きましょう。若干ね、先輩のパワハラみたいな決定事項ですけど、じゃあ行きましょう。まあ仲良くやってくれればいいかなと思いますが、ラジオネーム、おのちんさんから、けんさん、愛知大学プロレス同好会の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。マチョさんの意思を継いで頑張っているようですね。これからも頑張ってくださいっていう応援コメント、はい、でメッセージテーマですけど、美味しいものを食べている時が一番幸せですっていう、自然と笑顔になりますっていう。確かにね、やっぱ食べ物は幸せだよね。人間の基礎ではありますがね、はい、ルノワール君はどうなの？
一番幸せ、一番幸せ、まあ、結構月並みの話になっちゃうとやっぱりサウナとか、あ、最近先週風邪ひいちゃってこう行けてなくて、いや今日昨日今日ぐらい体調良くなったんで、まあ、そろそろ行って、やっぱりあのいわゆる整う、うん、あの時間すごいスッキリするというのもあるし、いろいろ考え事もはかどるで、今やっぱ一人でいる時間とか逆に僕は少なくて、お結構友達いたりとか、まあ、スマホとかやっぱ去ってると一人って感じが薄れちゃうんで、そのスマホデトックスも兼ねて一人の時間も楽しみで、すごいいいな、あ幸せな時間だな、楽しい時間だなと思います。ね、何セットぐらいやるのルノワールは。大体 3ですかね、あ、まあ、気分によりますけど、まあ、前後で 2から4ぐらいでやってます、うん。いつからサウナにそんな目覚めてる？サウナは本当に大学からなんですけど、うん、銭湯は本当にずっとちっちゃい頃から好きで、高校の時も一人で銭湯部活終わりに行ったりとか。一人で、はい、高校の時から、はい、銭湯好きだね、それ本当に。いやすごい好きです。僕あの名古屋まで通ってたんで高校なんで、帰り笠寺のユートピア宝行くのが僕すごい好きで、うん、じゃあそれ贅沢だったんだ。そう、高校の時の幸せは、はい、でその後ラーメン服でラーメン食べて帰るっていう、こう僕のルートがあったんですね。幸せルートが、はい、いいね。なんでサウナがのご飯が幸せルートかもしれないですね、うん、ラーメンとか。ああなるほどね。サウナもう風呂浴びて、はい、サウナで整って、えラーメンきれいにしてラーメン、トヨタの方行く時はギフタン食べて、こっちの来る時は山岡屋食べて、ね、みたいな感じで、いいね、やってます。もう行動が男らしいね、全てのワードがプロレスって感じのワードだね、全てが。確かにそうです。かっこいい。夜ご飯食べてからラーメン食べるの普通だと思ったら友達いたら違うって言われる。え、そうなの。夜ご飯食べた後にラーメンもラーメンとご飯ですよ、ね、別なんだ。そうっす、ラーメンは夜ご飯と別。やって僕ギフタンとかあったらあっさりしてるんで、うん、いつも替え玉は別に増量とかじゃなくて 2,3 回しますよ。うまいよね、お腹空いてるんで、うん、半ちゃん餃子替え玉2回みたいな、うん、どんだけでもいっちゃうよね。全然食べれちゃうんで、うん、ギフタン麺美味しいよね。友達もみんなガタイ良くて、150キロの柔道の友達とかもいて、すごい。でもそいつ基準とか女子の友達なんですけど、結構太い友達がいまして、体格のいい、はい、152センチで70キロぐらいの友達がいます。体格いいね。幼馴染なんですけど、そいつも普通のラーメン食べるんで、普通だと思ったら違ったみたいで、うん、みんな夜ご飯の後ラーメン食べないんだなかなかね、びっくりしました。食べないよね、けど幸せなルートだね。やっぱ食がやっぱ出てくるね。食ですね、うん、風呂食っていう非常にいいかなと思うけど、スカイくんもね、すしこちゃんもまたこの後聞いていこうかなと思うんで、またよろしくお願いします、はい。ラジオ聴きの皆さんもぜひとも引き続きメッセージ送っていただけたらなと思います。シュガーアットマーク 843fm.co.jp アプリ FM プラパからよろしくお願いします。最曲こちら新曲です。フィフティンマスちょっとちょっと、つまらない一人なれない暮らし、無駄に買って増えたものが今になってこんなにあることを知った。サブリミナルまで夢に見るくらい溢れてるから求めてる。またちょっとちょっとごめん、寝て嘘だよな、勝手もそうするよ、ダメなのかな、どうか落としてくれたの、お送りしてます。フィフティンマース、ちょっとちょっと新曲です。ツイッターの方からもね紹介していきましょう。てつや、何をしている時が一番幸せ。ラジオじゃ言えないかも。あ、なんだろう、え、なんですかね。なんだろうね、ラジオじゃ言えない幸せっていうのは大人の話かもしれないですけど、うん、怪しい方ね。え、かん、アダルティーな方なのか。もう、どんな話はラジオできないって。ラジオじゃ言えない、なかなか
なんだろうね、アダルティーな感じじゃないのもう犯罪的なものなんじゃない誰かをボコボコにしてる時とかあお皿割るとかなんかそういうサービスあるよね、どっかのお店とか壊していいみたいな、ね、ストレス発散のためのお店って、うんうん、まあでもなんか普通に麻雀とか競馬とか競艇とかとあんま言いづらい、うん、確かにね、かもしれない、ギャンブルっていうのはあんまり言いたくないみたいなのもあるよね、うん、まあいいとこなんだけどね、スワンコを短期で待ってる時が一番幸せですみたいな。マージャン最近始めたんですよ、これマージャン全然わかんないわかんないです、うん、ゼミの友達が好きでゼミの終わりに、うん、まあ、月曜日なんで今日で行けなかったんですけど、基本的にははいマージャンを、大学生ってみんなマージャンやるよね、うん、昔はそうなんですけど最近はそうでもなくて、うん、なたまたまゼミの仲間たちが結構やってる子多かったんでラッキーと思って始めました。でやっぱそのマージャンもそうだけど結局たどり着く先は友達になってるよ ね、 そうね、幸せって喋、うん、りながらこうやってるのが楽しいんで、ね、うん、やっぱこのテーマの極論を言ったらまあ誰か人といることが幸せになってくるのかもしれないよね。そうですね、ご飯とかも、うん、結局はね、まああの哲也はねラジオじゃ言えない幸せが何なのか本当わかんないけど、まあ、個人的予想はあのまあ学プロみたいな感じのね、はい、あのゴリゴリの下ネタな感じなのかなっていう。ああ、僕もそんな気しちゃうな。まあいいと思いますわ。また今度こっそり教えてください。フィフティマスちょっとちょっとでした。マンデーシュガースポット、時刻午後6時28分です。ここからの時間は地元企業紹介、シュガーリクルート、豊橋商工会議所、学生就職情報センターの提供でお送りします。就活情報、今日もいろいろと話していきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。宇野丸くんはもう終わってね。そうですね、もう暇ではですけど、資格の勉強一応してて。あ、いいね。基本給上がる資格とかもあるんで、あ、今ちょっとそういう勉強してます。あ、なるほどね。内定決まって就活落ち着いた人はそういう動きがあるんだ。そうですね、次仕事を始めてから役に立つ、まあ、いろんな資格の。そうですね、それちょっと勉強になったっすわ。 ありがとうございます、うん、よかったです。資格頑張ってください。はい、頑張ります。で、2年生のスカイ君、そしてすしこちゃん、就活の話はまだちょっと遠い可能性もあるかもしれませんが、まあ、6月から、大学3年生がインターンシップとかね動き始めた、そんな動きになっておりますが、2人はどうですか実際。はい、私は今2つインターンやってるんですけど。早い早い、めちゃくちゃ早いね。早い、よく言われますけど、うん、まだあんま考えたくないなみたいな感じです。まあ、気楽にちょっと行けるタイミングで今回行ってみたみたいな。そうです。でも2年生からやるのすごいいいと思います、うん、1個上のランクの企業とかも2年生とかだとインターンが通りやすくなるんで。そうだね、偉いしいいと思います、うん、いや本当早ければ早いだけね、あの就活は有利って言ってるのはね、あのこのコーナーでもずっと言っておりますけど、まあ、3年生がねインターンシップ今活動し始めましたが、就活今こう何やればいいのかなみたいな多分悩みが出てくると思うんだけど、うん、何やればいいかなって悩んだ時どうすればやることが分かるかっていうね、そのマインドの話だね今回は。おー、マインドですね、うん、就活何すればいいのかなまず悩んだら、まずこれを考えましょうっていう、就職活動の大きな流れをイメージしようっていうね、うん、いついつに何があっていついつ何がある、秋にインターンあって冬にインターンあって、で3月就活開始で面接が受け始めるのかみたいな大まかなスケジュールをあのイメージすれば、あの就活において何やることか何やればいいか分かるみたいな、うーん、そういうマインドもイメージ、うん、ケンジブちゃん全然分かんないけど。いやけどイメージ大事っすよ。うん、うん、僕結構なんか本買ったらやる気出るタイプなんで、なんか就活のスケジュール、就活攻略みたいな本とか買うのももしかしたらいいかもしれないです。流れが分かるし、最初やっぱ就活どうやってイエス書いたらいいか分かんないとか、うん、どういう流れがあるか分かんないとかあると思うんで、うん、本学校の図書館で借りるだけでもいいし、いいのかなと思います。いい、ね、確かにね、学校の図書館そういうのたくさんあると思うからね、はい、就活の本イメージ大事かなと思います。そしてもう一個、今何を優先すべきかなっていうふうに考えるっていう、それがまあ就活でもいいし勉強でもいいし、それこそみんなで言うとプロレスでもいいしっていう、優先したこと何を優先すればいいのかなっていう、でどれを優先しても結局就活に役立つよっていう、そうっす、話、今はまあそういう時期、就活ばかりじゃなくていいよっていう時期ですっていう話で、もう一個がゴールは内定じゃないよと、
いう風な意識を持つことが大事らしくて、うん、スタートですからね、どちらかというとスタートなんだ結局は、うん、スタート地点に立つまでの道のりなのでね、結局就活は、うん、あのそこの辺のマインドっていうのを考えていくと、いや今何優先すればいいのかなっていう思えば、あじゃあサークル頑張ろうとか他の学部学校以外の活動頑張ろうみたいな感じになると思うんで、今の時期はあの青春つぎ込んで いけばいいかなと、そう、ね、正直思いますね。ちゃんと大学生活を楽しむとか、アルバイトでもいいし、結局なんか話聞かれて話せるようなこと、やっぱ頑張ったことじゃないと話せないと思うんで、頑張ることかなとは思います。そう、本当にまさにそう、先輩いい言葉ありがとう。 ありがとうございます。ありがとうございます。いつも先輩ずらしちゃうんですよね。気をつけないと嫌な上司になっちゃう。まあ、嫌な上司になるかならないかは、まあ、その人の人柄が出てくるからね。ルノワール君はここからの人生どういう人間になっていくかだよね、多分。そうっすね、嫌っていうよりはうざい上司になっちゃうかもしれないです、うん、喋りすぎとか。、うん、まあ人柄ですよ、そこは、はい、どんな人生歩むか、はい、何を優先すべきかで行動すればいいのかな、いやルノワール君も考えて。そこら辺うまい具合バランス取れるよう頑張っていこうと思います。頑張っていきましょう。今日の就活のね話はすごいアバウト、まあ、インターン始まってて、まあ、就活がだいぶスタートしてきたけどみたいな、何すればいいかなっていう、まあ、結論、まあ、このコーナー的には今部活頑張ろうみたいな感じです。就活はやりつつ頭の片隅で大丈夫かなと思います。もうちょっと本腰入れる時期が来たらしっかりとお話ししていきたいなと思います。さあということで、今日はこの就活のお話していきました。また来週もどんな話になるかお楽しみにしていてください。地元企業紹介シュガーディクルート、このコーナー豊橋商工会議所学生就職情報センターの提供でお送りしました。さあということで、時刻午後9時34分です。こちらヤングワンクルーズ PM5 時、いつまで働いてんねん、辛そうな顔してるよ baby。 定時は5時、定時は5時、定時は5時、お前もいつまで働いてんねん、今から入れるなその電源。定時は5時、定時は5時、定時は5時、おいつまで働いてるの、お月様照らしてるよ、閉じようかそのエクセルを、予備価格忘れてるよ。ファミ君ハニー、もしくはダーリン、もしくはホーミー、今日は土曜日、楽しむ時回してスモーキー、上がっては落ち、気づけばモーニング、熱めのコーヒー、死ぬためロンリー、描いた通りいるな日曜日、やがて日は落ち、気づけば5時、迫る月曜日、迫る月曜日。お前いつまで働いてんねん、辛そうな顔してるよ baby。 定時は5時、定時は5時、定時は5時、お前もいつまで働いてんねん、今から入れるなその電源。定時は5時、定時は5時、定時は5時、お Monday to Sunday。 さあお送りします、ヤングワンクルーズ PM5 時、残業が嫌いだっていうそんな気持ちで作った歌、ね、定時は5時、お前いつまで働いてんねん、残業なんかしなくていいよ、マチョに聞かせてあげたいです。あ、本当だよ。今この時刻は午後6時36分だけど、仕事的にも6時が定時ってとこも多いかと思いますがね、残業はやめてラジオ聞いてください、よろしくお願いします。そうしたいっす ね、できるもんならしてるよみたいな感じの意見だと思うけどね。ケンジウィッチもね、そう思う、仕事も大事ですよね、自分の時間も大事なんでね、お前いつまで働いてんねんっていう気持ちで、自分にも言い聞かせてね、仕事は時間内に終わらせる、余ってても終わらせるみたいな、そんな時代になっていくといいね。そうですね、うん、企業紹介でも、そういうお話ね、ブラック会社、ホワイト会社みたいな話も出てくると思うんで、はい、お楽しみしていてください。こちらいい曲なんで皆さん聴いてください、ヤングワンクルーズ PM5 時でした。マンデーシュガースポット、
はい、ということで引き続きお送りしてますマンデーシュガースポット。今日のお相手はケンジブチとルノアールコメダとドラゴンスカイと酢飯田寿司子です。酢飯田寿司子です。名前が一番インパクト強いよね、うん、僕は考えましたルノアールくんが命名した、はい、寿司好きだからそれ系がいいって言われて、なるほどね、お前酢飯田寿司子だ仮でつけたつもりがついちゃいました。なるほどね。耳にはすごい残るけど、あの全然令和な名前ではないよね。そうですね。確かに。すごい古い名前だよね。あけど寿司っぽくていいです、うん。寿司が好きなんだ。はい、寿司だが大好きです、うん。寿司だと何が好きなの？選べないけどネギトロかもしれない。なんか勝手なイメージ、寿司好きの人は。なんだろう、ネギトロとかじゃなくてやっぱ赤身とかなんかそういうイメージがあったけど、マグロのイメージです、ね、マグロって言わないと、うん、言ってた、そういうネギトロが好きな、ネギトロが好き、白身魚好きで誰でも分かりますみたいな、はい、あー分かんない、そしたらなんかもう目隠しで食っても何か分かるみたいな、それは多分分かります、すごいね、すが寿司子だ、寿司子いや多分俺分かんないよ、分かんないです、名前を言って頼んでそれを食うから分かるかもしれない。私も行って、今行ったけど、私食べたらわかんないから。なんどっちだよ大口を叩くプロレスみたいだな、本当に。そうですね。もうレスラーになってます。レスラー。マインドはレスラーだね。え、じゃあそんな寿司子の一番幸せな時間っていうのは、幸せなタイミング。はい。やっぱ寿司に関連しちゃうんですけど、うん、バイトしてる時が何気に一番幸せかもしれない。バイト。バイト。多分、まあ、店名はしてますけど、豊橋駅の。近くのお寿司屋さんで、めちゃくちゃ分かりそうだけどね、そんなことさ、豊橋駅のって言っちゃったら、バイトしてて、うん、そこで人と喋るのが割と好きなんで、お客さんと喋ったりとか、やっぱお寿司好きなんでおすすめしたりしてるのが楽しいなって思ってます。おじゃまた行かないといけない、そうですごちそうさまです、バイト代から引いといてっつって、はい、じゃあ人と話しながら、まあ、寿司に囲まれてるのが幸せなんだ。そうです。あとまかないが出るから、あ、お寿司がまかない、はい、まかないで寿司食べるのがやっぱ幸せです、ね、寿司子ですね、寿司子だね、はい、やっぱそのまかないでお寿司食えるから、はい、寿司屋でバイトにしたの、うん、その通りです、あ、そうですね本当に寿司子なんです、寿司子だね何話しても全部寿司につなげるっていう人だったら面白いよね芸人さんみたいな、うん、そりゃマグロだねみたいな、よくわからんけどそのにか寿司になってるみたいなでおすすめ聞かれたら何話してるの、寿司子は。まあ、でもおすすめ言っちゃうと多分店名がバレちゃうからあーなるほどね、チラシ寿司が美味しい、これ私一番好きなんですよって言っておすすめしてます。チラシ寿司もあれ寿司なんや、あ、一応多分寿司だと思いますチラシ寿司子でもよかったかもしれないあ、そうだね、チラシ寿司子、寿司子どっちがいいかな、うんいや、まあ名前ずっと考えたんですけど、うん、出なかったんですよね、うん、そうだね、いくら筋子でもいいけどね、 あ、いいです、どっちだみたいな、いくらなのか、どう、なんか違う名前にすると本当に何も思い浮かない、思い浮かばないけど寿司、寿司か、寿司、寿司どっか留学行ってた、日本語忘れた、寿司海外で寿司をなんか初めて知ったみたいな片言言うやつ、寿司恥ずかしい、分かった。そんなスカイ君はあのどういう時が幸せ、一番、あ、うん、でも自分ずっとさっきあの誰かと関わってる時間とかみんな言ってたんですけど、うん、自分割と一人の時間がすごい好きで落ち着くし、あの自分のスカイっていう名前のところの、自分 YouTuber のスカイピースっていうのが好き で、うん、でもういつも YouTube 見てるんですけど、その YouTube 見ながら一人で黙々とご飯を食べる、あ、そう、その時間が逆だね、健常率と逆だね、好きやとかでいそうだ、うん、YouTube そのね、いそうだね、それができないんだよね、あ、どっちもできますけど、僕どっちも好きですけどね、本当、うん、一人で食ってる時にそれこそ YouTube とか、はい、まあ、動画なんかドラマとか、はい、バラエティとか見ながら食べようかなって思うんだけど、全然それ見ながら食えなくて俺、朝とか結構自分見ながら食べてますけどね、うん、作って本当できなくて、なんか止まっちゃうというか、どっちか集中したい、あ、もう味が分かんなくなっちゃう、見てると、あ、なるほど一人で食べるの結構僕好きなのは、うん、食べるの早いんで、うん、女の子とか合わせなくていいと、ラーメンとか行ったりするとラーメン僕早く食べてほしいんですよ、この回転早くしてほしいし、ラーメン好きなんでラーメンが好きすぎてお店の立場も考えちゃうと、で麺伸びちゃうし、うん、いやこれは早く食べないとみたいな私すすれないのって
いやでもそこは攻めれない、ちっちゃいラーメン作ってんじゃねえよとレンゲで釣れないから、仕方ない、攻めれないんですよ。攻めちゃいけないじゃないですか。ただ僕ラーメン好きなんで、ラーメン屋側からしたら早く食べてほしいと思うわけじゃないですか。なんでその時も本当に一人であいつ早えなあいつみたいな目で見られて、僕本当に1分ぐらい食べるけど30秒とか。じゃあラーメンは一人で食うのが幸せなんだ。それかも食べるの早いやつか、うん、あ俺食べるの遅い人がラーメン一緒に行ってたら、俺もうそいつが食い終わるまで替え玉し続けるけどね。うん、どうするかな、もう一杯頼むかもしれないです。あ違う味。それもそれでいいよね。財布に余裕が、うん、頼めちゃうよそんなスピードだったらちょっと嫌味言いつつみたいなルノワール君とはラーメン行きにくいなみたいな思っちゃう人おるね。いやそうですね、うん、じゃあ話聞いたらゆっくり食べれるもの行きましょうフレンチでもそうやね、うん、けどまあそうね、一人で飯っていうのはなかなか俺食えないタイプやな、やっぱ動画が見れない、食ってる時にやっぱ。あすしこはどうですか、その辺は。基本一人で食べてるんですけど、うん、やっぱ友達との方がいいかなって思います ね、 美味しいよね、うん、ご飯系の動画見ながら食べるのは好きです。あそういう人多いよね今、はい、確かに一緒に食べてるって感じがしてっていう、それは楽しいですね、うん、多いよね。あのそれこそうどん県大好きを、あの私は YouTube 見ながらいろんな番組メッセージ出すのが幸せですっていう、やっぱ YouTube を幸せに感じる人もやっぱいるよね、よくなんか YouTube やながらゲームやるの結構幸せですけど、ね、なぜか昔のポケモンやってるんです。おでそれずっとこうダラダラゲームだけやるとすごいつまんないんで、うん、YouTube 見ながらやるの結構楽しいんで、やっぱながらでながらがいいかもしれないですね、うん、YouTube 単体というよりはながらこれとこれっていう掛け合わせだやっぱ、うん、得した気しますもんね、なんか、うん、幸せ 0.8 たす 0.8 1.6 みたいな。あーなるほどね、ポケモンからしたら 1.0 欲しかったけどね最初から昔のポケモンからしたらさすがに22、23なっても全然楽しくないそれだけで確かにね、あの小学校の時の方がね、はい、ポケモンとかゲームはすごい楽しめたよね、うん、なんであの頃あんな楽しかったの、うん、大人になるとちょっと邪念が入るよね。あこのポケモン弱いわ、違う、うん、もっといい個体値のやつ探さないと。そう昔はもう見た目で好きなやつだけでよかったからね、うん、ダイヤモンドパール久々にデータ消したら、うん、ムックルとかコイキングと最初のポケモンボックス 1,2 個埋まって、うん、強いムックルやろうって、うん、俺何やってんだろう究極の暇人説出てきたねルノワール君、性格厳選してで卵産んでみたいなガチ勢やんポケモンもう全然楽しくないです楽しくないね、それはもうだってもう仕事だもんね仕事です、そこまで行ったら4時間ぐらいで卵産んでるんですよ、こうやってあーダメだ顔つきがもう怖くてなんか幸せだったはずのポケモンが大人になっちゃうと幸せじゃなくなるってなんか切ないな。切ないですね、うん、それはサトシも引退するわな、まだ10歳ですけどね彼10歳で分かっちゃってます。続いてのラジオメッセージ、ラジオネームまこと、はじめまして。はじめまして。はじめまして。幸せな時はライブやイベントで楽しんでいる時です。あいいですね、めっちゃいい、うん、後が好きなんですよ、ね、あその行った後、行った後なんか行って一緒に行った人と喋ったりとか、喋りながらラーメンよかった、あラーメン、うん、ゲームサイゼとかする。あサイゼね、内藤選手、プロレスラー内藤選手がいつもサイゼリアでよくやるっていう、なんか新聞社とコントじゃないですけど、うん、それでおごらせて帰るみたいなそういうなりがあるんで、僕らのプロレス同好会はもともとサイズでよく集まったんですよ、マチョとかいた頃は、うん、だからいつもサイズでやってたんですよ、うん、試合後とかも そのノリもやりたくて、そうですね、いつもマチョにあちょっと電話かかってきたんだけど超えるつもりだろうっていいね、いや参加したい、サイズいいね、確かに喋、ね、りやすいですし、長い字が言えますし、うん、まあ、ファミレスですからね、うん、やっぱそのライブあってのですから、うん、ライブがやっぱ楽しいですよね、うん、ライブとか試合とか、ライブイベント試合、そしてこの誠は昨日はモリコロパークまでアイスショーを見に行ってました、はい、スケートだね、羽生くんとかかな、あなるほど、分かんないけどアイスショー、あれ何のアイスショーかちょっと分かんないけど勝手に言ってるけど、最後には全員総立ちで拍手が鳴り止まず、とても楽しく幸せな時間を過ごせました。いやいいね、やっぱ現場に行く、ライブ見に行く、試合見に行く、やっぱこれが一番いいよね、なんでも、うん、本当に、うん、プロレスの情報でも発信していこうか、じゃあ一応近々、この辺東海地域、まあこの愛知県、まあ、浜松ぐらいまでどの団体があるかっていうと、一番直近でいうと7月の8の土曜日、はい、アクトシティ浜松で、ドラゴンゲート浜松大会、
ドラゴンゲートはどんな団体ですか、ルナール君。いわゆるのメキシコのルチャリブレっていう、マスクマンだったりとか飛んだりする選手が多い団体で、うん、ただそのドラゴンゲートは結構背の低い選手が多いんで、でも誰からも目指せるというところがあって、うん、結構運動神経が良くて、だから体もムキムキで、どちらとレスラーのイメージよりは少し細身でイケメンだったり若い選手だったりが多いんで、うん、女性の人気の高い団体かなというイメージ持ってます。そんな団体が浜松に7月8日はい来ますってことだよね。豊橋出身の選手もいますからね。そうっす、ヒョウっていう選手。ああ、うん、ヒョウ選手、豊橋、ヒョウ選手、豊橋でなんかドラゴンキットじゃない、ドロンキとか、うん、とかは東海市とか、まず校長が愛知県出身なんで、うんうん、まあ、そういうイメージあります。ヒョウ選手もそうなんです。ヒョウ選手は豊橋出身でってことで、結構凱旋で、まあ、この辺出るときは、まあ、メインで大きくポスターに乗ることが多い、うん、応援よろしくお願いします。お願いします。はい、まあそれかな、直近はで言うと4月の末だね、新日本プロレス4月31日日曜日愛知県ドルフィンズアリーナ、これ行きます。お、行く。いいね。羨ましい。でサイゼ行ってってことだね。はい。うん、サイゼ？サイゼ？サイゼ連行されますよね。ちなみにこの新日本プロレス、どの団体か解説お願いします。はい、やっぱ日本で一番人気のある団体で、うん、まあアントニオ猪木選手が立ち上げた団体です。うん、まあ、どういう団体かって言うと、まあ、ジュニアもヘビーもやっぱ一線級の選手が多くて。特に説プロレス、日本のプロレスといえばって言っちゃうと、もしかしたら次の違う団体好きな人に怒られちゃうかもしれないですけど、やっぱり一番人気のある団体ですし、聞いたことがある団体という名前で言ったら一番かもしれないですね。大体田中選手とか岡田選手とか真壁選手とかも全員新日ですし、今出た内藤哲也選手もね。あ、そうですね。なんで、まあ、まあいわゆる王道の団体かな、うん、まあ、野球で言ったら巨人とかみたいな感じのイメージ持ってもらえれば大丈夫です。それが愛知県ドルフィンズアリーナで7月30日ありますよということで、まあ、7月、まあ、そんぐらいかな。あと14日にドラゴンゲートまた名古屋でやって、お、凱旋試合ですね。いいね、まあ、ドラゴンゲートってなんか興行多いよね。多い試合数が、この辺の地域が多いのかどうか分かんないけど、立ち上げた人が地元愛知県なんでってのは。あ、そうなんだ。愛知県の選手も結構最近多いんで、うん、そういうのもあるのかなと思います。やっぱ愛知だからこそ、我々はドラゴンゲートも押していきましょう。そうですね、うん、結構好きなんで、ね、ヒョウ選手なんてね、豊橋出身ですからね、はい、ゲストに来てもらうとかもあったらいいね。あ、ちなみに団体の選手もドラゴンゲートから一人名前取ってる選手がいるぐらいなんです。そうなんだ。なんていう名前で、あ、イーユーだったっけ、なんて名前だっけ、すげえアバウトやな同じメンバー、本当にメンバーですけど、たまにしか来ないです。で、まあ、そういう、はい、その選手のことはまあ置いときまして、はい、まあ、入場無料のプロレスイベントというのも、はい、今週の日曜日、はい、西尾市の方であって、そこには鈴木みのる選手が、お、僕の大好きな大好きなルノアル大好きな西尾市70周年記念スペシャルマッチということで、鈴木みのる選手をはじめ、数多くのレスラーが試合をしますっていう、無入場無料、いいですね。本当、街に溶け込むプロレスってことだよね。僕らもそういう団体になってきたいですね。ね、イベントに呼ばれるとかね、市政、はい、70周年、市政何周年の事業ってことでね、やれますんでね。こちら入場無料、西尾市、西尾市プロレスで検索してもいまいち出てこないっぽいので、なんとか方法はね、教えたいところですけど、まあ、場所6月18日の日曜日に一色町の公民館で、行われます。詳しい時間は載っておりませんが、お昼から始まって、プロレスは4時って言ってた気がしますね。4時です、うん、まあ、確認してまたケンジブチの SNS でも宣伝していきたいなと思います。ぜひ皆さんチェックお願いします。早くプロレスを見たかったら、今週末日曜日無料イベントで、鈴木みのる選手が西尾市に来ますので、そちらチェックよろしくお願いします。引き続き番組にお付き合いよろしく。一曲聴いていきましょう。マハラージャンセミダンスフロア。Save me.
送りします。マハラジャンセミダンスフロアをお送りしております。まあ、プロレスって本当に遠い存在かと思いきや意外と近場でやってるっていうことなんだよね。そうです。豊橋でも、まあ、さっき言った情報には豊橋での試合はなかったけどね、毎年あの試合やってますんで、情報があったら発表していきたいなと思います。ケンジブチも最近試合行けてないんで、本当タイミング合えば行きたいなと思ってます。ぜひお願いします。よろしくお願いします。行きましょう、一緒に一緒に行きましょうでサイゼリア行って、そうですね、うん、語りましょう語りましょう今日のメッセージテーマは何をしている時が一番幸せということでね、こんなメッセージ、やっぱ食べ物が多いね。ゴリラトレイン、うまい飯食べてる時。うーん、哲也食べてる時、肉、ハンバーガー、ピザ、ラーメン、カレー。なんか小学生みたいな、ね、やっぱ飯っていう意見多いね。やっぱ食は幸せってね、うんうん、食と書いて幸せって読む、そんぐらいにしてほしいぐらいだね。それぐらいでいいです、うん、皆さん今日も美味しいご飯食べていきましょう。お送りした曲はマハラジャンセミダンスフロアでした。さあお送りしてます、マンデーシュガースポット。まもなく終わりの時間迫っておりますが、今日は食べてる時が幸せだよっていうメッセージが多いんで、まあ、こんな食べ物のネタをちょっと紹介させていただきます。静岡県の富士そばがコロナの時2020年に、はい、カレーパンカツ丼というものを開発しましたと。カレーパンカツ丼ですか。意味が分かんない話なんだけど、まあ、コロナになってパン屋さんとかが、はいはい、ちょっと足が遠くなっちゃったみたいな、みんな出なくなっちゃったから、うん、廃棄するパンが増えちゃって、カレーパンが私は好きだから、カレーパンどうにかしてアレンジできないかなっていうふうに考えた結果、カレーパンカツ丼を開発したと。おお、うん、けど結局は発売に至らなかったっていう。至らなかった。3年間もうずっとカレーパンカツ丼どうしたらいいのかすごい考えた結果、カレーパンはカレーパンで食べた方が美味しいと気づいた結果発売をやめたっていう。結構序盤に気づきそう今日ね写真がね、はい、ラジオではお見せできないんだけど、みんなに見せると、はい、ちょっとうまそうなんだよねカレーパン。あー、そうですね、美味しそう。ハンバーグみたいに見えますね、冷静に思えば。カレーパンって揚げ物だから、うまくね、はい、カツ丼みたいに閉じちゃえば見た目はまんまカツ丼やからね。確かに、うん、でカレーが入ってるから揚げカレーカツ丼みたいなノリでいけると思ったけど、冷静に思えば別々で食った方がうめえぞっていう風になったらしいっていう。結構そういうのありますけどね、怪しいメニューみたいな。そうそう、これに関してはこれカレーパンカツ丼もあるけど、カレーパンうどんみたいな、うどんにカレーパントッピングしちゃったみたいなパターンもあったりとかで、結局試して食べるとやっぱ別々のがうまいなっていう、まあ、やってみて分かることがあるっていう。そう、やらないと分かんないことも、やって分かることもあるんで、そう、だから非常に勉強になったこのネットニュースでした。これ個人的に、そうです。確かに見た目的には本当美味しそうなんだけどね、パッと見は本当に食べてみたいなぐらいの感じですけど、どこがいけなかったのか、やっぱそのパンの部分なのかな。確かに、うん、パンと米は確かにそんな合いそうなね、まあ、同じ主食だからね、はい、まあ、もし興味がある人はカレーパンカツ丼自分で作ることはできますのでね、カレーパンを買って、玉ねぎを買って出汁で閉じて、丼に乗せると、そうすれば OK ということでね。そうです、うん、一人暮らしのスカイくんとかぜひとも試してほしいなと。そうですね、ちょっと料理苦手なんですぜひとも愛知大学プレス同好会のインスタ、ツイッター、そしてまた個人のアカウントでね、カレーパンカツ丼作ってみたって、ぜひ揚げるのを楽しみにしてますね。揚げれるぐらいのクオリティできればいいですけど検討します相当下手くそっぽいね無理強いはしません、まあ、ということで今日はこんな感じで1時間まあ、幸せについて考えてきましたが、やっぱ人とつながる、食べるっていうね、まあ、人間の三大欲求ですよ結局は。そうですね、食欲、睡眠欲、性欲ということでね、そんな感じで幸せ感じていただけたらなと思います。すしこちゃんに関しては今日初めてのラジオだったけどどうでしたか。はい、まあ楽しくやれました、うん、いやレスラーデビューも追っていきますんでね、はい、頑張っていきましょうはい頑張ります。ルマル君とスカイ君も引き続きまた来月よろしくお願いします。いや、お願いします、はい、お願いします、はい、まあ、気を抜かずに一緒に10月に向けてますます活動していきましょう、はい、よろしくお願いしま す, お願いします。さあということでマンデーシュガースポット、この番組はサーラカードの提供でお送りしました。この後19時からスポーツ番組チャーリーのチャランポランをお楽しみに。また来週お会いしましょう。バイバーイ。